ウルクの大阪月、または、ワルカの大阪月は、古代都市ウルクの遺跡にあるシュメールの女神、イナンナの神殿複合体跡で発見された大型の、杯、アラバスター星であり、浮き彫りが施されている。この都市遺跡は、現在のイラク南部、ムザンナー県にある。ウルクのボールやエジプトのナルメルのパレットと同じく、物語の浮き彫り彫刻が施された作品の中では、 現存する、最も古い作品の一つで、全3200年前3000年頃のものと見られる。シュメール美術の代表的傑作の一つとされ、図像の中に、杯が2つ描かれていることから、本来は2つあり、タイになっていたと考えられている。対応するペアの大杯は発見されていない。製造時期が、うるく古説文字の登場時期前後であることから、考古学的にも、 極めて重要な遺物である。ウルクの大阪月は、ドイツのアッシリア学者たちが1933の1934年に、ウルクでの6回目の発掘を行った際に15個の断片となった状態で発見された。この発見は1934年1月2日付の調査フィールドブックに発見番号 W14873 として記録され、グロス・ゲファス・アオス・アラバスター。 さ、96センチメートル方法ミットフラックラリーフがあると記載された。ウルクの大阪月は古代に修復された痕跡があり、高さ1メートルであった。別の資料はそれよりもわずかに大きな数値を記載しており、高さ106センチメートル、上部の直径は36センチメートルであるとしている。ウルクの大阪月あるいはワルカの大阪月という名称は、 現代のワルカソンにちなんで名付けられた。オリジナルから石膏で型を取って作られたレプリカは、ドイツにあるベルリン中東博物館で何十年にも、渡って、ルーム5に置かれていた。ウルクの大阪月の外周には三つの彫刻のレジスタがある。下段の層はさらに上下に二分されている。下段の下の層は、水流と、夏目足や、大麦の穂など、豊穣の光景が描かれている。 ここに描かれた水、夏目足や,しや大麦の図像は、うるく古節文字の水、夏目足、大麦の文字とほぼ同一である。下段の植物の上の階層には、羊の行列が完全に真横から見た姿で描かれている。この羊は、角のあるものとないものの二種類に描き分けられており、一節には、お羊と目羊を、別の一節では、 羊の種類の違いを表しているという。行列は果実や穀物など捧げ物の入れ物や壺を持った男性たちが描かれた中断へと続く。男性たちは全裸、偵発した姿で描かれており、神官であると見られる。全裸、偵発にどのような意味があったのかはよくわかっていない。彼らが持っている入れ物のうち中高付きの壺の絵は古く古節文字の 壺の字と同一の図像である。上段は連続的なパターンではなく、一つの完全な場面を描いており、この段の行列は神殿域の前で終了している。メソポタミアの主たる女神の一柱であるイナンナが立っており、彼女がイナンナであることはその背後にある二本の足の束で示されている。足束は女神、イナンナの象徴であり、ウルクのエアンナ地区のイナンナ神殿を表していた。 足束の図像はやはり、うるく古説文字において、イナンナを表す文字となっている。彼女は裸の姿で果実と穀物の入れ物を捧げられている。儀式用の装束をまとった人物がそばに立ち、その後ろから行列が彼に向けて近づいている。足束の背後は神殿内を描写したものであり、二頭の羊、羊の背に置かれた台の上に乗っている二人の人物。 ガゼルとライオンの形の容器、犠牲獣として奉納されたお牛の首、パンを持った一体の高月、一体の雲塚後、一体の大阪月などが描かれている。ウルクの大阪月の頭像下段は法上の光景を、中段は収穫物の奉納を描いたものと思われ、上段は都市国家の王が法上を祈願、または感謝する場面であると考えられる。あるいは、王と、 女神館による儀式的な結婚、聖婚儀礼の場面を描いたものとも解釈され、もしそうであるならば、ウルクの大阪月は、メソポタミアにおける聖婚儀礼を示す最古の例ということになる。そうでなかったとしても、ウルクの大阪月の図像は、シュメールの祭儀の姿を描写した最古の資料であり、考古学的に極めて重要な情報を含んでいる。ドイツ、 ベルリンのペルガモン博物館にあるウルクの大阪月のレプリカウルクの大阪月は2003年4月のイラク侵攻でイラク国立博物館から略奪された数千点の遺物の一つである。この大敗は取り付けられていたケースから力ずくでねじり、取られ、一部は台座部分に残された。ウルクの大阪月は後に、御社の最中の2003年7月12日に、 トヨタ車を運転する20代前半の3人の身元不明の男によってイラク国立博物館に戻された。タイムズ氏の報道にあるようにこの時、ウルクの大阪月は破損していた。ウルクの大阪月が返却されたすぐ、あと壊れて14個の断片になっていた大阪月が復元されることが発表された。シカゴ東洋研究所が発表した2枚の写真によって、 大敗の上部と下部に深刻な損傷があることが示された。完全な復元が行われた、ウルクの大阪月は現在イラク国立博物館で展示されている。ありがとうございます。